おはようございます。2024年10月30日になりました。あさってのことですけれどもね、こういうイベントがですね、元町ショッピングセンターであります。パレスチナとね、広島の問題をね、考えるイベントがありますんでね、もしね、お時間がありましたら、ぜひね、お願いいたします。なんかね、こういうね、オルタナティブスペースコアとかいうね、ところでね、やるそうなんで、元町ショッピングセンター内とか書いてありますね、これね。まあ本当ね、まだね、停戦の気配すらね、見えないどころかね、戦争がね、拡大しているという状況がね、あるね、イスラエル。ひどいですね。ね。でね、それはそもそもね、ハマスによる攻撃から始まったというのが、まあね、もう皆、どう見たってね、まあ昔からね、これはもうイスラエルの侵略とかね、攻撃っていうのはね、ずっとね、毎日のようにやってたわけで、あれなんだけどね、まあただ、まあ停戦がされたとしてもね、どうなるのかな、どうなっちゃうのかなという話はね、あるわけ一つね。それからもう一つ、広島地震の問題。ね。広島ね、確かにね、サミットでね、世界的に注目されてるとか、ね、で、街も綺麗になってるというのはあるけどね。じゃあね、本当に広島がね、機能を果たして、平和都市としてね、本当にね、本当の意味でね、ちゃんと機能してるのかっていう問題があるしね。だから一方でね、まあ、被爆者ナショナリズムとかね、犠牲者ナショナリズムといったね、指摘もね、されることもあるしね。だからそのね、まあね、広島だけがね被害者なのかっていうのはね、確かにありますよね。うん、でね、またね、パレスチナを通してね、広島を見据えて、ね、まあ、広島を通してパレスチナとイスラエル、さらに、ね、世界をね語り合うというね、小さな場をね持ちたいということでね。小田切拓さんというね、要はね、パレスチナをね、取材されてる方がね、いらっしゃいますんでね、まあ、彼をね、迎えして、いろいろね、交流をしたいと、いうことだそうです。はい。まあ、ちょっとね、注目をね、していきたいと、いうふうにね、思い次第でね、ございます。はい。まあ、東拓磨さんというのはね、非常に、広島に生まれ育ちと。また2005年間、帰ってこられた、ね。まあ、非常にね、オリジナルな、ね、発信をされている方ですよね。それから、田辺青江先生。はい。まあ、もうね、広島市立大学の先生でいらっしゃいますね。うん、まあ、もう、原爆ドーム前でのね、ビズにおいてもね、非常に指導的な役割を果たしておられると考えておりますけどね。まあ、そういうことです。まあ本当にね、今日はね、ぜひね、注目をね、していただければなと思うところでありますけどもね。それではね、皆さんね、また今日はね、晴れてるしね、明日はね、ちょっとね、明後日もちょっとね、大雨の予報も出てますんで、ね、ちょっとね、心配ですけれどもね、お気をつけてお過ごしください。まあ、こういったね、他のね、イベントもね、ちょくちょくはね、紹介していきますんでね、またよろしくね、お願い申し上げます。本当にパレスチナの問題ね、全然終わってませんしね、一方で広島地震もね、ちょっとね、やっぱりおかしいことになってるとね、おかしいことになってるとね、うん、それは何が原因なのかっていうところも含めてね、うん、皆さんと一緒にね、考えていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。